みなさんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回はバラの害虫への耐性について気づいたことがあったのでお話ししようと思っています先週から台風の接近に伴い雨の日が多くなりましたすでに台風の影響はないと思いますがまだ天気の悪い日が続いています鉢植えのバラたちは雨の当たらない場所に避難させたのですが スペースがなくてぎゅうぎゅう詰めの状態なので、害虫被害のチェックができていませんでした。今日、4日ぶりにそれぞれの株の状態を見たのですが、1年目のバラ、2年目のバラ、そして庭植えのバラ、それぞれの被害状況に違いが見られました。その違いについてお話します。園芸・ガーデニングに興味のある方や、バラを低農薬・無農薬で育ててみたいという方は、 ぜひ最後まで動画をご覧ください。<music> それでは、今年から低農薬栽培を始めた株をご覧いただきます。まずはマヨという品種からです。早咲きのバラなので、他のバラに先きけて開花しています。 無事に開花を迎えたのは嬉しいのですが、数日間見回りをできなかったので、害虫被害が出ています。株元に近いこの辺りの葉っぱですね。害虫レポートの動画でもお話ししましたが、串ひげ葉鉢の幼虫による被害です。この害虫は、傭兵の部分に産卵をして、孵化した幼虫がその周辺の葉を食害するので、被害は局所的です。 もう一箇所被害を見つけました。こんな感じですね。続いてご覧いただくのは耳エデンです。別の動画でもご紹介しているバラなのですが、このバラにも害虫被害が出ています。このあたりは横ばいによる救助被害ですね。これはそれほどひどいわけではありません。 もう少し株元に近い部分の葉を見てみると、先ほどのマヨと同じような被害が見られます。串ひげバチの幼虫による被害です。今年は例年よりも、この害虫による被害が多いなという印象を持っています。ミミエデンに関しては、害虫被害よりもうどんこ病房を心配していましたが、今のところはかかっていません。病気に関しては、 低農薬でもある程度コントロールできそうです。続いて、低農薬栽培2年目のバラをご覧いただきます。まずは去年、新苗を購入して育て始めたエスプリルパリです。このバラの状態を見て、1年目のバラとは随分差があるなと感じました。 同じ環境で育てているのですが、害虫の被害が少ないですね。一部に被害を受けている葉はありますが、この程度です。葉っぱに穴が開いてしまうほどの被害は見られませんでした。推測ですが、バラ自身が害虫に対して抵抗力を持ち始めているのかもしれません。続いてご覧いただくのはガブリエルです。 去年大苗を購入して薬剤散布なしで管理している株です。ガブリエルはかなりデリケートな品種ですが、今のところは病気にかかることなく育っています。害虫の被害状況はこんな感じです。他のバラと同じように食害は受けているのですが、そこまでひどくなっていませんね。続いて、一番被害がひどい葉っぱをご覧いただきます。 ちょっとピントが合っていませんがこの葉っぱですハモグリバエもしくはハモグリガの幼虫が入り込んでいるようですそれでも株全体としては病害虫の被害は少なめだと思います続いて 庭植えのバラの状態をご覧いただきます。まずはマイローズという品種です。このバラは病気に強いので、雨ざらしの環境でも病気にかかる心配はほとんどありません。害虫被害もほとんど見当たりませんね。庭植えのバラに関しては、クモやア長ナガバチなどの液中の存在が大きいなと感じています。一番被害が見られる箇所で、 この程度です。害虫がいないということはないのですが低農薬や無農薬で栽培を続けているとバラ自体に害虫に対する抵抗力がつくのかもしれません今のところはつぼみも被害を受けることなく順調に来ていると思います続いてご覧いただくのはシャリマーです庭上のバラの中では 一番害虫被害を受けている株ですこの辺りの葉っぱが被害を受けていますねただそこまでひどくなる前に害虫たちは天敵によって食べられてしまうようです先ほどご覧いただいた低農薬栽培1年目のバラたちのように葉っぱがボロボロというところまでは行っていませんね株全体を見てもこんな感じです 遠くから見ると、ほとんど被害が分かりません。続いてご覧いただくのは、苗間です。こんな感じで、つぼみが膨らんできました。少し下に下がって、被害を受けている葉を見てみます。この葉っぱですね。先ほどまでの害虫とは違います。おそらくこれは、細帯足太くチバという害虫が産卵をして、 孵化した幼虫が食害したもののようです。手で駆除したかどうかは覚えていませんが、すでに害虫はいませんでした。全体としてはこんな感じです。それでは今回の動画のまとめです。バラの害虫への耐性についてお話しました。 まだ断定することはできませんが低農薬栽培1年目のバラよりも2年目のバラの方が害虫被害が少ない傾向が見られましたさらに庭上のバラの方が被害が少ないようですこれはバラ自身が害虫に対して抵抗力を持つようになることと液虫の存在が大きく関係しているようです低農薬や無農薬でバラを育て始めると 害虫被害の多さにびっくりするかもしれませんが、続けていくうちに管理しやすくなってきます気長にバラと向き合うようにしてみてください